さあここからはですね、家屋新報の方にお越しいただきまして、地域のさまざまな取り組みですとか情報についてお話を伺っていきたいと思います。今日お越しいただきましたのは家屋新報社デジタル推進室の山木さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今年初めてということですが、はい、最近寒い日が続いております。すごいですね、全国的な寒波ですけれども、やっと冬本番っていうところですよ ね。皆さん近いところでは大丈夫ですか？そうですね、うん、私娘が2人、小学生の娘が2人いるんですけれども、先週あたりから続々とバタバタと体調崩してまして、はい、昨日は下の子がちょっと熱を出してインフルエンザじゃないかという話。これから病院に行くとですか、はい、今日放送が終わったら急いで病院に連れて行きます、ね、あの学校でもね今流行ってるみたいなので、はい、手洗い皆さんも気をつけましょう ね。お気をつけください。さあということでお母さん頑張っています。はい、午前中ね生放送頑張りますんで終わったら、はいはい、ではまずオンラインニュース、はい、そして震災特集ページというのをテーマに今日は伺っていきたいと思うんですが、はい、まずはオンラインニュース、これはどういったものなんでしょうか？はい、一言で話すと、まあ家屋新報のネット版というところですかね。もうちょっと詳しく話すと、あのデジタル紙面というものが一つありまして、このデジタル紙面というのはそうですね、はい、これがオンラインニュースのトップページになるんですけれども、はい、この右側のところに家屋新報の新聞のその紙のイメージが載ってますよね、はい、これがデジタル紙面というもので、購読者の方のみあの登録をしていただければ、パソコンですとかスマートフォンからその紙面のイメージそのままに記事を読めるっていうサービスになります。はい、でもう一つがこのこれからご紹介するオンラインニュースというものになりまして、その日のニュースからおすすめしたいものをですね、いくつかピックアップして、あのインターネットで無料で公開しているというものになります。はい、はい、地元のものから東北、全国、海外とも本当に幅広い記事が掲載されているんですけれども、はい、そうですね、今回は間もなく5年目を迎えます、はい、東日本大震災、はい、この震災を特集しましたページについていろいろと伺っていきたいと思うんですが、はい、こちらのオンラインニュースにも震災防災とあるんですよね。こちらでしょうか？はい、そうですね、はい、あの東北のニュースですとか全国海外のニュースとかいろいろあるんですけれども、その中から震災防災に関するニュースを集めたページになります。うん、あの家屋新報はですね、東日本大震災以降ですね、まあ震災ですか防災、それから復興に力を入れて取材してきておりまして、そうした中から連載としてあの記事として掲載したものをまあネットにまとめて掲載しているというページになりますね。はい、はい、さあ今日はですね、こちら掲載された記事の中からいくつか持ってきていただいたのでご紹介いただきたいと思います。はい、まず一つ目はこちらです。はい、結び塾、はい、そうですね、はい、あの家屋新報社は2013年の1月からですね、命と地域を守るというキャンペーンを展開しておりまして、はい、これ企画が2つあります。でそのうちの1つが結び塾というものになりますね。でこれ巡回ワークショップという言葉書いてあると思うんですけれども、こちらからですね、家屋新報の記者がですね、あちこちに出向いていって、で地元の住民の方と一緒にその震災の時に何があったか振り返りながらですね、これからの防災ですとかその津波が来た時にどうしたらいいかということをみんなで意見交換をしているというものになります。はい、でこれ毎月11日に必ずあの紙面掲載しまして、これ皆さんにも読んでいただきたい、とてもためになる話がいっぱい入っているので、ネットでもあのそのまま紙面のイメージそのままで公開しているというものですね。はいはい、新聞は起こった出来事だけではなくて、こういった今取り組んでいること、みんなで活動している内容とかもやはり載せているんですね。そうですね、はい、はい、さあそしてそれを伝えるためになんと英語版もあるということなんですよね。はい、そうですね、はい、防災減災我がことというのもそのキャンペーンの一つ、二つあるうちのもう一つのものになりますね。でこれがですね、あの、まあ、津波が来た時に例えば車で避難するべきなんだろうかとか、例えばそうですね、隣近所に足の不自由な方が住んでいたらどうしたらいいんだろうかということを、当時 その震災の時の教訓から得たものを検証していくというものになります。でこれ当然あの新聞記事には日本語で掲載してるんですけれども、あのご縁がありましてですね、ハーバード大はじめアメリカの大学の学生さんのご協力をいただいて、英語版でもあの掲載しております。うん、はい、まあ、当時の、ね、教訓日本だけではなくて世界中の人とも共有したいということで、うん、こういったことも取り組んでいます。はい、はい、
さあそしてアーカイブという方でこういった記事大震災、はい、アーカイブという形であるんですね、はいはいはい、そうですね、アーカイブ大震災というページは、うん、ですね、これは震災から2ヶ月ぐらい経った時から始まったんだと思うんですけれども、うん、ドキュメント大震災という企画もやっていまして、はい、次の映像いただけますかね。はい、この右上にある小学校、これは石巻市の小学校の屋上なんですけれども、はい、紙を並べて SOS を発していたという写真、あの皆さん、あの何かカニカでテレビか何かで見たことがあるという映像ですね。その時何が本当は何があったんだろうかということを、掘り下げて取材したものを、あの当時震災から2ヶ月ぐらい経った時からやっていたんです、はい、でこの記事ですね、皆さんにもう本当に読んでいただきたいと思いつつもですね、今ネット版からちょっと公開期限が切れてしまって、うん、あの非公開の状態になっていたものをもう一度あの5年の節目の前に見ていただきたいということでもう一度掲載しているというものです。ついこの間から1月20日ぐらいから始まったものですので、はい、こちらもぜひご覧いただきたいなと思っています。確かにこの記事にある通り、私たちも今必死、その当時必死でしたので混乱の中で断片的な情報だけが入るっていうのはありましたよね。そうなんですね、記者も多分、うん、私あのその当時は記者、現場の記者ではなかったので、あの勝手なことも言えないんですけれども、やっぱり当時の記者も混乱している中でやっていたと思いますので、そういったその混乱ぶりもその文章の間、行間から読んでいただけたらいいのかなと思っています、うん、はい。さあそして河北新報震災アーカイブというものがあるんですね、はいはいはい、こちらはですね、あの、まあ、河北新報に掲載した記事も入っているんですけれども、基本はですね、皆さんがあの震災の時に、津波ですとかその当時に撮った写真をですね、はい、こちらに投稿していただいて、広くあの皆さんと共有していこうというアーカイブのサイトになります、はい、でこちらですね、あのそういった写真もいろいろたくさんあって検索もできるようになってるんですが、一つあのちょっと変わった企画も入れていまして、うん、昭和三陸津波の新聞記事なんかも見られるんです、はいはい、次の映像いただけますかね。河北新報紙面で振り返る大災害というテーマでですね、こちらはそうですね、昭和三陸津波ですとか、まあ、チリ地震もありましたよね、はい、そういった時の河北新報の記事なんかも、はい、入っています。はい、はい、こちらは、ね、あのアップにしていただいたものですね、はい、そうですね、これも昭和8年の昭和三陸津波、あの当時は今と違ってその情報を共有する発信する手段があまりあの発達していなかったということもあって、まあ、本当に断片的な情報だけが載っている状況なんだとは思うんですが、はい、そのね、左に見出しで両親を訪ねて泣き叫ぶ幼子なんていう見出しを見るとね、やっぱり東日本大震災を思い出しちゃいますよ ね、はい、ね、昔も変わらないなというところであります、はいはい、こういった震災の教訓をやはり後世に語り継ぐという意味でも大切なものなんですね。そうですね、はい、はい、さあそして復興河原版というものも、はい、はいはい、こちらは河北新報の記事ではないんです。その津波被災地で発行されたミニコミ紙を挙げているものになります、うん、あのやっぱりその現地で街づくりに対してどういう意見交換なされたかとかっていうことがね、あの書かれているので、こちらもぜひ読んでいただければと思います。はい、はい、さあ今回たくさん記事を、ね、持ってきていただきまして、はい、ご紹介いただきました。5年という節目を迎えます。やはりこう振り返るべきことですとか、はい、学んだこととか本当にたくさんありますからね、はい、あの見られなくなった記事も今回見ることができるということでしたので、はい、ぜひアクセスしていただきたいと思います、はいはい、河北新報社さんのサイト、河北新報オンラインニュースから震災防災でご覧いただけます。ご覧の宛先かアドレスか、あの河北新報で検索してください。さあということで山木さんにお話伺いました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。